それにしても天界だの数万年だのとんでもないスケールの話が出てきたな。アイゼンは天界のこと何か知らないの？天界の門は数万年開いていないと言っていた。さすがにそこまで古いことはわからん。俺は千年ほどしか生きていないからな。アイゼン、あんた繊細だったの？年上だとは思っていましたが、そこまでとは。今まで失礼しました。肩と腰揉んでやろうか？ふざけるな。精霊としては俺はまだ若い方だ。じゃよな、グリモ姉さん謎はなんと5000と17歳じゃし。グリモ先生すごい。そういえばマギル、お前っていくつなんだ？年齢など数えてないわい。そんなものは俗物の決めとつまらん尺度。大事なのは中身じゃよ、な、か、み。みそじが近くなるとそういうことを言い出すやついるよな。ぎくん、今まで失礼しました。何を謝っておる。わしの心はいつだって14歳くらいじゃのに。話のスケールが一気にダウンしたわね。